プロスピ2024の大谷翔平がリアルすぎる。大谷リアルすぎ。動きとかめっちゃ似てんのに見た目がのってりしすぎ。なんか腕の振り窮屈すぎんか。各球種、そんなに制球悪いかな。キャッチャーの返球待つとこ似てる。リリースもう少しオーバーじゃないか。ってのをここで言っても仕方ないが。プロスピまた始めようかな。絶対買うわ。頼むから PS4 でも出してくれ。万波は横向かないのか。すぐアップデで実装されそうだけど。マッスラはちょっと意外。万波予定とか、売り子さんの声入ってたりとか、細かいところもリアルを追い求めてて素晴らしいわ。あのあたりで飛距離130メートルは草。誰が打てるねんこれ。ゲームでも打てる気せん。買おうかなー、めちゃリアル。メジャーリーグ座礁と比べたら足らんところ、個人的にあるんやけど迷うわー。2010年代前半のリアルさが戻った気がする。逆に現代の技術をもってしてもこんなカクカクなんだという印象。やっぱザ、ショーのレベルが高すぎるんやな。リリースポイントらへん違和感ある。これスイーパーどういう回転。指ペロしてほしいなこれ。ガッペがガッペすぎる。服や投手コンは苦心。スイングの軌道によってカーソル変わるってこと？購買意欲が倍になった。クソリアルやん。パワープロは買ったけど、プロスピも買うか。ピッチングは特にそっくり。プロスピ2024、大谷がまっすら持ちなのいいわね。第2球種でフォーシームならなお完璧。確か投げ分けてたはず。プロスピ2024の発売が、1ヶ月伸びた理由が、大谷さんの能力修正だったら笑うな。大谷の打撃能力もう少し高くしてもよかったんじゃない？なんか、期待値高めだったのはあるけど、グラフィック進化しただけで今までのプロスピとあんまり変わらないな。本物かと思った。めちゃくちゃやりてー。プロスピのアプリ始めようかな。パワプロも全然やる時間ないけど。思ったより微妙そうか？デビュー出てから買うか決めよ。